皆さん、こんにちは。女流プロ麻雀日本シリーズ2021、これから予選11回戦が始まります。実況は私、梅中祐介です。そして解説は、白鳥翔プロと内川幸太郎プロ、お二方でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、女流プロ麻雀日本シリーズですが、各プロ団体のタイトルホルダーや前年度に活躍した選手が一堂に会し行われるリーグ戦です。今年で6回目を迎えました。初年度から高宮真理、二階堂明、大谷優美、茅森さやか、そして中田かなと、そうそうたるメンバーが優勝しております。ルールですが、WRC ルールを採用しています。一発裏ドラありのルールで赤ドラはありません。クイタン後付けありです。途中流局は一切ありません。順位点はトップがプラス15ポイント、2位がプラス5ポイント、3位がマイナス5ポイント、4位がマイナス15ポイントです。3万点持ちの3万点返しで、オーラス親の上がりやめはありません。では、予選11回戦メンバーご紹介します。まず、トンチャです。連盟会長推薦5代目の天敗クイーンに輝きました岡田さやかです。シリーズ4戦目、ここまでマイナス 35.2 ポイント、現在10位です。なんちゃは5年ぶりに女流ジャン王に返り咲きましたさつきまりこです。シリーズ2戦目、ここまでマイナス 3.9 ポイント現在6位です。シャーチャは第18期プロクイーンの林野奈緒です。シリーズ4戦目、ここまで3連勝できています。プラス 74.2 ポイント現在2位です。そしてペーチャにディフェンディングチャンピオンの中田かなです。シリーズは5戦目です。ここまでマイナス 40.6 ポイント現在11位です。対局の準備が整っています。女流プロ麻雀日本シリーズ2021予選11回戦対局の開始です。立会人友竹プロの合図のもと予選11回戦が始まりました。さて、白鳥プロ、まず注目どこにしましょうか。はい、そうですね、この3節目ですかね。3節目です。3節目は、はい、さつきさんが4回打つんですよね。そうですね、はい、なんでやっぱりその日の一日の調子とかもあると思うんで、なんかここちょっといきなり出だしからつまずきたくはないかなという感じじゃないかなと思いますけど、この入り11回戦注目ですね。ドラマローピンです。はい、そして内川プロはどこに注目しましょうか。そうですね、このメンバーですと、岡田さんと中田さんが3回4回と消化して、はい、あと半分折り返しになる人も、ね、中田さんは折り返しですから、はい、これ以上ちょっとマイナスしてしまうと1回目の、通過ボーダーを超えることが厳しくなると思われるので、うん、1回戦はこの2人に、今日の1回戦はこの2人に注目したいなと思います、うん、そうですね、岡田と中田が今のところ、ボーダーより下の位置にいます。はい、その中で注目されるところですが、親番の岡田は辰五多め、シャアがあんこになりました。サツキですが、メンツはそれ以外にない。リンノもタツは多め、各社ちょっと良くない、ね、あ、でもペンチーソがあって、これで、ね、岡田さんが一番スピード感はあるかなと、うん、両面でね、タツは揃ってるので、はい、もうちょっと打点が欲しいですけどね。岡田は第一節以来の登板ですが、第一節3回打って333という形で、本人もかなりフラストレーションが溜まったような形でしたが、今日どこまで巻き返せるか。統一が多くなってきたり、チート率もいいシャンテン、ドラ含みです。まだメンツでも保留しましたね。はい、3ピン切って、ウーピン引いたらもう一回なんか考え直そうかなみたいな形ですかね。はい、ここも統一と見ることもできますが、4統一と1アンコ、親の形ですけどね。はい、いいシャンテンが取れた。椅子層がちょっと薄めだったので、ピンフをつけつつと。そうですね、3色もありますもんね、数層から引ければ。ただのリーチのみではちょっと足らない。リーチのみになったら打つんでしょうけど、はい、ローマン残しててもチーマン引きでウーマン切ってさらに手広い形になるっていうぐらいなんで、はい、だったら数層引いて3色まで残る方がいいかなっていう感じですかね。うん、変更が打点も少し見ていきます。おっと、メンツ
つ手を完全に拒否しました。そうですね、こちらは統一手に決めました。4枚目、これは監視したいかな。確かに、ただいい数層がいいと思えば、うん、4万3万や3品数品払うのもおかしくないですけど、ただ缶を選びました、うん、はい、WRC ルール、カンドラがあります。カンドラはチーソー1枚乗りました。これ大きいですね、1枚乗るのはね。リーノミからのこのね、暗換してのドラ1枚乗る変化は本当大きいですからね。はい、はい。1ドラ1でも、まあ、これで親番ですので、うん、大きく加点できるチャンスです。急走を払って単4に向かいます。D1 だ、ニャンウピン。例えばこうなった時ですよね、この時に3層暗換してないと、うん、いい数層とかになってて、はい、いい数層だとやっぱり3層4枚使ってる分、はい、いい層がいいんじゃないかとかね思うんですけど、実際ここにいい層が統一だったんで、ね、いい数層薄くて、そうですね、馬強よりもこう手形のね、うん、目の前の点数を重視して、うん、うまくいったんじゃないですか。ギャンウーピンはドラ表示牌なのか、それとも三山ですね。けど捨て牌は結構ね、リンノさんも3品数品切ってて、サツキさんも2品切ってるので、それなりにいいかなって思ってるかもしれないですね。うん、狙い目は2品って感じですかね。じゃあその2品がまだ2枚、1品が1枚、ここに2品切ったか、まあそうそう出る牌じゃないですね。中田もここは受けに回ります。あとはさつきが粘れるかどうかですが、4トイツ、そうですね、さつきさんは前節の2節目で1回だけ打ってましたけど、はい、そこでもやっぱり粘りがこう光ってたというか、簡単に屈しない仕掛けなどを対応して、そうですよね、うん、何か見られるかどうか、なんかあそこまでこう前節のようにこう動いて粘るっていうような感じを見せるタイプのこうプレイヤーが女性には結構少ないと思ったんで、はい、そこはねちょっと今日楽しみですけどね、4回も見れるんで。ドラは残してる、オスを選びました。ドラはもう2枚切れています。ローソーは4枚見えてるのかな、はい、チーソーも払っていけるということで、まあ、ただね、うん、シンドラになったので万が一チーソー当たるとちょっと打点は大きいんですけど、うん、まあ、粘ってるターズ選択ですね、うん、ここでシャア抜いた、さすがにこれでは難しいか、となるとあとは岡田がヤングピンを積もれるかどうか。そうですね、中田さん、中田さんも粘ってるけど、うん、ただ今度は中田がちょっとウーピンね、リャンウーピンが不安定な形ではありますね。ローピンが3枚見えたんですね。そうですね、ウッパーピンワンチャンスになってます。はい、うん、イーシャンテンキン、いやーリャンマンチーマンチーピン厳しい、ウーピンどれも、あーでもチーピンだ、すごい強いわ、これすごく強いですね。いや、ローマンでね、お茶を濁してっていうのが大体の打ち方かなと思ったんですが、そうですね、かなりこれ転売チャンスは広がりましたからね、2か7いくつもりってことですよね、うん、今度はウーピン詰まった、現状リーツもドラ1、裏ドラはありません。2600ゴール、ただこの2600、まずは、はい、あの手が26ホールですからね、はい、ねえ、リーノミだった手がね、うん、26ホールになりました。子供の漫画と一緒ですからね。そうですね、関して、関東を1枚乗せて、まずは一歩リードとはいえ、中田も、まあ、一旦は受け気味に見えましたが、はい、簡単には屈さないぞという今日は意思を見せたような、うん、ですね、まあ、でもいつもですけどね、岡田さんは本当に結構ね順目も深くなってて、うん、まあ、ただ自身の形がね、単用とドラがあってっていうね、あ、ドラなかったのか、ドラ受けがあっただけですね、はい、いや気合は見れましたね、うん、ドラマ9番、今度は初が統一岡田です。統一が多い 1,2,3,4 組、いそうあんこになりました、さつきです。本日見たいかな、あ、ここは素直にアシャーから
どうしてもやっぱり両面ターツがあるとね、はい、木に本一っていうのは勇気がいりますよね。うん、もうドラが一枚あります、うん、今日はただもう、あの、はい、この控え室、まあ、スタジオ一番乗りだったんですけど、中田はおかなり顔引き締まってて、ちょっと今日はやるぞという、なんかなか近寄りがたいところはありましたね。さん顔引き締まってない時ありますよね。いつも引き締まってるんですけど、今日は特に緊張感を何か感じるような。じゃあ勝負の説、はい、そうですね、今日中田は11、12と打ちますが、それでも6回終わっちゃうんですよね。じゃあ結構勝負ですね。あのこの2回でマイナスしてしまうようだと相当あの、まあ、厳しいというか、うんはい、最後2連勝条件とかになっちゃう可能性もありそうですよね。現状11、あのボーダーとは32ポイントほど離れていますので、うん、8位とはいてーチーピンかぶりました。チーピンは仕方がないか。急走をね初手に切ってる人が1人いたんで、うん、チーソーの方がまだマシっていう多分判断でしたけど、うん、そうですね、全員自敗から並べてるので白春はねかなり重なりそうですし、うんうん、残したいとこですけど、これもつなげるかな。これ仕掛けはないんですかね、岡田さん。ね、うん、ちょっとまだウーピンウソの情報がないですか。2巡目にもうチートイーシャンってなったんですよね、うん、そうですね。でその後に出たイーピンポンからは泣いてなかったですね、うんうん、まあなんか泣く人によってはイーピンからポンして、はい、トイトイに決め打つと、そうですね、あのイーピンからポン入ればイーピンポンして例えばチーソー打って白春重なったら本一トイトイまで、うん、はい、っていう進行する人もあのいておかしくないと思いますけど、ひとまず、まあ、点数持ってるので素直に、そうですね、まあ何かどっちが素なのか分かんないですけど、その人の何かスタイル的なものもあると思いますね、うん、内川さんってどうですか、E ピン。僕は状況下で結構その決めますね、うんうんうん、まあメンバーにもよるし、なるほどなるほど、ね、1個の相手 E ピンから泣いたらやっぱり薬杯ケアされるのは当たり前なので、そのケアが強い人たち、うんうんうん、まあ、例えば藤崎さんとかに囲まれちゃったらちょっと仕掛けづらいですよね、うんうん、ただ前に出てきてこう、まあ、当たらない分にはいいよってい う, こうギリギリの勝負を挑んでくるタイプ、うん、エメリーだとそのけんさんとか、はい、あのドリブンズのチームの選手とかとやるときだったら泣いても2個目泣けるかなみたいな感覚はありますけどね。コアがリャンソ4枚目、これも完璧ですね、そうですね、もうバチバチですね、これは、はい、カンドラ急走、うん、まあ、しかもこれカンしてシンドラがね、あの増えるんですけど、相手からリーチ受けてもイーソー3枚落とせるし、うん、はい、バランスいいですね、うん、受け駒を揃えた上での進行と、もうイーソーも1枚切れてますので、はい、ウライオンはないですね、はい、ないし、国士しか当たらないイーソーですね、はい、でも急走4枚見えたので国士もないと、はい、絶対安全牌のイーソー3枚です。おー、急走4切れだけどパワーストー切りですか。ヤンソーも同じく、ヤンソーもないのか、苦しい苦しいですね、リンドさん、まあ、ここまでは比較的おー手が入っていました。3ワンコウ含みにウーワン2切れで、リャンワンが早い人とイーワンが早い人がいるので下の方がちょっとよく見えるんですが、枚数でいきましたね、はい、枚数のパワーワンが見えてるから一緒か、うん、スーバンは一緒だけど、はい、ウッパーマンの方残した、うん、またトイツもちょっとが、そうですね、まあ、ただパンソー打ったところで4トイツだったんで、はい、ドラ2枚使おうと思えば、チートイツに決める手もありましたけど、あでもチーソーか、うん、ドラ切りたくないですね、とりあえずですね、どっかターツ1個切っていくつもりでしょうね、うんうんうん、長いチートイツのイーシャン点になってます、岡田。そうですね、うん、リンノさんは裏目でしたな、ね、これは、ね、キューピンもトイツ落とし入ってるんで ねいやチートやってきゃよかったな、うん、みたいなね、うん、ちょっとあるかもしれないですけど、動くかな、動かない、動かない、うん、キューママはドラですね、元ドラ、はい、で白今動かれなかったので
残しってこれ数万個いちゃってるんですけど、ですが数万は1枚切れている、どうチーマンここに1個ありますね。チーマンここ、あ、これで、あ、これで次のハックは、ローンは2枚山ですか、2山ローソーここに1枚ロース、全部生きてますね、まだいい、うん、うん、全部生きてますね。もっと酸素ポン、なるほどなるほど、受け駒のね白はあるんで、はい、形式テンパイだけでも取っとこうって感じですか、はい、うん、まあ順目も深くなってきてますからね、うんうんうん、さて三蔵ポンを見て、うん、リャンマンもよく見えるのか、あとは自身で切ってますね、岡田さん、ドラを切っていきます、ちょっとテンパイ、うわぁ本当に、これは数万もいる、いる、ローソーが2枚、1対1枚、11あります、11あります、闇手にしましたね、いきなり、いきなり来ましたよ、見せ場、こんなねえ、ええ、さつきの数案、2山あります、2山あります、2山、さつきの数案コアゲインがあるのか、いや本当、なんといっても、ええ、あのオーラス数案コアでジョリジャンをね、ジャンを取ったさつきマリコです、ああ、なくなった1個、うん、あと1枚9万切るかな、はい、あとは、あ、6万じゃないのか、失礼しました、数万か、4万だ、4万とローソー、あー、ツボもうないのかな、ないっすね、あ、残念、いやー、ニヤマか、残念、あ、おっと、お、仕掛けた、いや、これはこれで天杯が取れる、炭酸ピン、そしてノーテンっぽいけど、はパーピン合わせて終了か、かん、おっと、そうですね、あ、うん、まあ、ペーマンズですね、ペーマンズですね、3人天杯、岡田の1人ノーテンですが、サツキは数アンコーチャンス、いやー、このね、天杯系を見て、はい、何を思うかですよね、他三者はね、あぶねーって思ってるでしょうね、まあ、ね、とはいえ、まあ、サツキは一つ見せ場を作りました、はい、と、2局の2本場に移ります、そのサツキの親番、この3節4回打ちます、一節に4回打つのはこのサツキだけです、うん、まあいろいろね、はい、スケジュールの、そうですね、はい、スケジュールとか、あと地方からね来られてる方もいるんで、はい、うん、ドラは3品です、表示牌の2品統一で統一する含めて多くなっています、おっと、中田はここ勝負手がいいですね、ああ、岡田さんもいいですよ、789、うん、ちゃんと3色まで見えます、確かに本一もあるし、うん、純ちゃんもあるし、そうですね、イースを重なれば純ちゃんか、さつきさんは仕掛けていくのかな、うん、どうなんですかね、2品表示牌ですもんね、うん、なんか結構その2品ポンとかはあんまりできなそう、うん、となるとパーピンとリャンソーの部分が面前だと重たいっていうね、うん、今イースを切っちゃってるのもあるので、はい、なんかもう一枚9ピンとか引けると、うん、あの鎮逸とか行きやすかったですけど、これでチートイですか、うん、そうですね、もうチートイしちゃってんか、うん、そうですね、チートイ5トイツね、単位もチートイツ、ま、2曲連続は2曲連続はちょっとねちょっとやりすぎですか、なんか一つあんこになると、ね、おーっていうざわざわってきますけど、お、引いた、ここは安全度で、はい、イースを先打ちましたね、岡田が三色のいいシャンテン、めちゃくちゃ嬉しいですね、今のチーソー、いや、チーソーから埋まるのは嬉しいですね、うん、うわぁ、こちらも来た、行きたいですね、行きたい、白昼1枚ずつ切れてる、ちょうどいいですね、コア目いっぱい、リャンマン、つなぎる、これ白昼ポンしたらテンパイ取らなそうだな、そうですね、なんか中田さんが2000点この時間、あー、でもまあこれでこれが第一ですか、まあ十分じゃないですか、うん、はい、採用です、白昼シャンポン1枚ずつ切れています、これ止められる人がいるのか、おー、マスクいった、マスク数層から現物はねパッキーバンとあったんですけど、はい、まっすぐ打ち抜きましたね、本当だ、こういうのは思い切りがいいですね、
旦9番切ってロー1打ってとか、ね、ロー1取ったら今度3番も取るかなみたいな、ではなくどまっすぐ行きました。確かにやはり勝負で、そうですね、ただ怖いは怖いですよね、うん、自分の手にドラ1枚もないし、はい、うん、まあ、一応ねまだトンの2曲ですけど展望は持ってますからね岡田さんね、うんうん、一回様子見ても悪くはないとこではありますけど、うわここ勝負手だ、地も来たここにからかな、初通ってますよ、ドラが通った泣けないですよね、うん、そういったらパーソンも行きそうですね、はい、ある程度もう行くってことですね、じゃあ、うん、これはもう白昼も止まらないし、リンナさんも止まらない、まあ止まらないでしょうね、これで無筋のなんかめちゃくちゃ押し返されてるなっていう感じですよね、中田さんからしたらそうですね、みんな止まってくれないという、ちなみにさつきさんのリアンワンもね、はい、無筋、まあさつきさんはね本当安牌ゼロなんで、まあ仕方がないとこなんですけど、これでアンパイがかなり増えたんですよね、うんうんうん、リャンゾーパーソーパーソーもあるので、あパーワンパーワン厳密ですね、ワンは中筋嫌がってましたね、その、うん、両気が押してるんで両気に闇点入ったら嫌だなとかもありそう、はい、うわーテンパった来ましたね、これはまっすぐ行って正解だったかな、ね、3万もね、残しててパンパンにしたのが大正解になったんですね、9ピン3山、あじゃあ2山か、2山ローピンは1、2、3、1山、今通ったばっかりですからね、ローピン、ね、3対2だが、あーここも来る、あー来んだ、大勝負、スーチーピン、6キューピン、ハクチュン、3件リーチになりました、スーチーピンは、いやスーチーピンが一番強いですね多分、9ピン、もう1回受けた、これね4枚、4山か、9ピンが1個ずれてれば岡田さんありですけど、うん、これがね、めくりは面白いとこですよね、そうですね、この三軒リーチはもう特に枚数を数えない方が、もうただただ見てた方が面白いかもしれません楽しみ、まだ決着はつかない、う岡田は6球ピン高め3色です、ここに白白は、まあここは受けま す、ね、もうさつきさん受けですね、まあ安牌ある限りはね、はい、うん、シャーも通った。スチピン。あ、チーピンだ。ピンだ、リンノの勝ち。リーチピン風ドラドラ。8000点の上がり。なんか勢いを感じる今の上がりになりました。まあそうですね。ただ、はい、ローソギリリーチもやっぱり思い切り良かったんじゃないですか。はい。3番手でリーチをかけたリンノが、中田から8000を奪い取りました。いやー全員勝負手だっただけにね、うん、上下が大きいですね、上と下、まあ、今のところのシリーズの勢いをそのままなんか象徴するような2局になりました、うん、8000は8600の上がりです、うん、さてそのリンノの親番、ドラは9番、ドラはありません、今補充に回った中田はドラドラです、ドラドラですね、岡田は悪くない、刺し子などが見える、はい、いいシャンテンだ、テンシャーチャですか、えペーチャですね、あペーチャですか、ドラが9万だからパーマン打つか迷ってますね、はい、あのうんうん、ドラ受けを残しました、配効率通りだとやっぱパーマンですけど、はい、ドラヒ、まあ、リーのみになっちゃうんでイーペコつけるかドラ使う、はい、得るようにするかどっちか、まあ、自身の手配がね、間違いなくスピード的には一番早いでしょうから、はい、少し遅らしてもね、配効率悪くしても、まあ、十分メリットがあるだろうと、これが終盤とかだったらね、パワーワン切って、はい、っていうケースもあるかもしれないんですけどね、順目早いですからね、これは痛いが、まあうん、まあそれは承知の上ですね、そうですね、このスチピンいらないってことですもんね、リーチの上はいらないぞと、とひとまず、うんうんうん、さつきはここは、まあ、これでまた状況変わってますからね、うん、チーマンが1枚切れたりするから、うん、ここでパーマン打つかもしれないですけど、あ、3、3、
そうなんだ。そうですか。まあ、一平行含みは小装備激変わらないけど、嘘引いた時の3面ちゃん分ってことですかね。単純に酸素とロー層で比較したってことでしょうね。両層が1枚切れてるから、うん、6,7,8 のイペコの方がなりやすいっていうことなんですかね。初手急走もいますもんね。結構こだわりますね、うん、R1。 そうですね、うん、プラス E 班やっぱり欲しいってことなんですかね、うん、いやただリンノさんがいいですね。着々と伸ばしてきています。いいシャンテンですが、うん、シゴロがはっきり2色でできてると。じゃあスーピン切るか、うん、スーピン切って、うん、スーワン引く前にローワン引いてくれたらいいなみたいな感じですかね。うわスムーズ伸びたリャンウーピン、これ景色いいですよ。3、4、5、3山意外とない。岡田が3枚ですか、うん、そうですね。あの切りで岡田さん3枚持ってるのはねちょっと想定外。確かに3ピン、ああ差し子だったらいいシャンテン取れますけど、はい、ここはおやりっていうことで、うん、はい現物3番。そうですね、まあ、先ほどと同じいいシャンテンの形ではあるんですけど、まあ、さっきよりは不十分な形ってことですね。うん、あの関数ワンとイスワンの二度受けの形っていう。まああとは向かうところが親利っていうのもありますか。はい、さっきは中田さんのね、はい、小型のリーチだったんですけどね。はい、ウーワン。いやウーワンはね中田さんがねバンと言ったんですよね。はい、おお中田さんピシャンって言ってますね。しかも一切れのトンを保留して。チュン、ションパイから言ってる。ダブトンで打つのが嫌だってことなんですかね。圧倒的にチュンの方が当たりやすい、当たりやすいですけどね。というかウーワンが一番怖いですね。うん、ギャンは普通にあるチーマンと3万打ってるからってこと。7、3のチュンマンズはできてるだろうと、はい、3、7なら、まあ、とりあえず全部いきます的な感じですよね。マンズは全部通るでしょってことなんですかね。もう結構ねお話ししててもその色読みっていうか、うん、なんか自分でこの色は切らないとかっていうのを決めてやってるんですよとかって話聞いたことあるんで、うん、なんかこう、うわうわきた、この形で押せるの強いな、ちょっとピンズがねネックが多いので、はい、引いちゃうケース多いと思うんですけどね。しかもチーピン現物だしな。そうなんです。1枚くらい打ってもそうなんですよ。1個くらいチーピンほろっと外しときそうな感じがするんですけど、うん、全部いってるんですよね。現物のチーピン2枚持っていきながら、まあ降りるんだったらいっぱい別にありましたけどね、はい、いっぱいあるんですよ。なんと上司でもいいし。さて、ウーワンは通った、スーワンは中筋、マンドは全部通りそうなんですよね。うん、三層両層っていうのもちょっと考えましたかね、はい、より安全な方、うん、ただサブローは裏目引いてすげえんだけど、引いた関数マジすげえ、はい、二山、いやあ、じゃあ一山だ、一山でもすごい変化ありますね、まだね。あ、そう、これね、あのこれ失敗なんですけど現物になってるので、はい、裏目った時に切れると、うん、ただ、さすがに中田さんが押しまくってるんで中田さんに対してちょっと怖いですね。ですね、ローマン、まあ、けど切り順がウーワン先来てトン、あとパーピンだから、はい、まあマンズは大丈夫かなって思うとこですけど、確かにテンパってるかどうか分かんなかったですけど、今の急走で多分ねもうさすがにテンパってるなっていう感じがしますね。スッチピン行くのか、いやでもチーピン切ったら3ピン短期、あー、うん、そのチーピンいいんじゃないですか。これは粘りますね。まあおかげでいっぱいアンパイあるんですよね、うん、あ、リャンピンは当たり牌ですよ。三ピン短期は三ピン短期からですね。あ、からなんだ、はい、倍1なんだ。三ピンも強烈ですよね、これ三ピンはもう数万も通りそう。リャンマンも中田さん通してますからね、はい、リャンマンの方聞きました。
リャンウピンとサブロピンはまだ通ってないですよね、はい、リャンウピン実際当たりですしね。だいぶもう2年で言うと数は絞られてきているように思います。そうですね、スッチーソーあたりと、はい、まあ、ピンズの2種ぐらいですか。もう一回関数ピンになったんですね、はい、中ピン、中ピンって切ってでローピンを引いて関数ピンに戻しました、うん、なんかローピン、サブローピン食い取ったみたいな感じに見えなくない、中田さんの目からは、うん、これはやったでしょって思ってるかもしれないですね。ありますね。リャンピン引いたら詰んじゃうんだけどね、うん、これが背景です、うん、よくテンパイ取り切った、うん、中田の押しも見事でした。リンノと中田の2人テンパイ、ちょっと今ふーっと一息ついたようなリンノですが、はい、自身が後継のドライチピンクのリンチで、うん、そうですね、まあ、でも濃いって感じだと思いますけどね、はい、あのリンノさんからしたら、まあ、別に、うんうん、めくり合いで上等みたいな街と打点だし、はい、うん、まあ、やられたらしょうがないと、やれたらしょうがない、そうですね、うん、こっちがなんかリーノミとかで打って相手をこう引かせるようなリーチ、はい、引いてほしいようなリーチ打ってたら嫌だなと思うと思いますけど、うん、別にめくりは OK みたいな感じだとは思いますね、はい。ドラマリアンワンです。受け入れはありますが、まず一面ツいいじゃないですか、うん、整ってますね、整ってますな、全体的に肩も悪くはない。そしてサツキはソーズで一面ツ、うん、ちょっとリンノさんが一番苦しいかな。リンノさんとサツキさんがちょっと劣る感じで、え、めっちゃいい、来た来た来た、もう盤石じゃないですか、くっつきのいいじゃんってどう高くなるんだろうみたいな、うん、ただ欲しいリャンマンがちょっと流れたか、うん、はい、やってないつもなんだろうな、パーピン、あー、まあ、これどうですか、まあ、ローマン、まあ、あ、えぇ、ー、やってこれほんとよく見るんですけど、うん、もうこれちょっとね、やっぱこういうとこだよね、すごいわ。これはもういい班欲しいっていうのがもうありますか。ありますし、やっぱね、ちょっと中田さんのその僕もね話を聞くんですけど、うん、はい、あのね、一回やっぱ上がり取りたいって言うんですよね、うん、よく、はい、うん、上がりを取って、まあ親番手前、なんか自分のリズムにするみたいな、はい、多分意味合いだと思うんですけど、これ多分ね、そのリャンマンとか言ってたらさすがにリーチ言ったと思うんですけど、やっぱ自分の理想的なテンパイにはなってなかったし、一、はい、回割り取りに行くっていう感じだと思います、はい、そう、だからいきなりこうリーチって行くことがないですよね、多分、うん、チーピンとか引いたらな、行くと思うけど、ウッパーピンで、それでも闇天にしてる中田さんもよく見るし、はい、うん、ウーピン引きで高めイペコでも、ピンフィーペコでも、うんうんうん、ダマはあり得る、なんとなく、はい、ウーピン引きはリーチするけど高め漫画じゃないですか、リーチだったら、はい、なんかチーピン引きはリーチしない時もあるみたいなイメージすごいあるんですよね。ドラ引きはじゃあどうなりますかね。ね、ドラ引きもリーチしたいですよね、いい班があるから本当は、はい、分かんないですよね、本当に、うん、何をじゃあ心の中で考えてるか、手配の打点効率とかでなくて、その、まあ、自身の状態というかね、うん、あの今置かれてる感覚の方を大事にして、うん、こんなに感覚に添えるかっていうぐらいの添い方ね、うん、はい、これもリーチ打ちたいもん、打ちたいですね。おっと、岡田さん超勝負になった、ね、こういうの嫌ですよね、はい、あの相手に来られちゃう、うん、このリーチを打たないことによる、はい、うん、まあ、デメリットはね、うん、こういうのもありますけど、うん、上がりますか。タンヤオツも500戦は600戦100、そう、これもね、うん、普通の人は嫌なんですよね、うん、500戦嫌みたいな、はい、1000、2000からで裏ドラ1枚乗ってたら漫画になったかもみたいなのに、中田さんは一切こう気にしない、気にしないですよ、もうこれも織り込んでやってると、うん、そうそうそう、リーチしとけよかったななんてみじんも思わないってことですね、うん、この局面では闇点でしっかり上がるっていう方を最優先したっていう、緩急がすごいよね、はい、全、うん、全曲も関係あるかもな、なんか中田さんは全曲上がれなかったとかね、はい、例えば、うん、まあ、大物長田さんでしたが、そう、で自分の攻めはうまくいって転敗したのにみたいなね、上がれなかったから、
ちょっと調子悪いかもなみたいな。で上がった後の手配ですが、あんまり良くないか。ドラスピン、ドラ入ればというところかもしれません。もう岡田は悪くないというか、かなり良さそう。さつきがちょっとこれ苦しい、重たいですね。まあ、ツモ次第ですけど、こういう手をなんかどういう風に裁くか見たいですよね。でもリンのドラトイツですよ。ドラトイツ、うん、3トイツどうまとめるか。岡田さんとリンのさんがいいですね。じゃあ早そうなのは岡田ですけど、高くなりそうなのがリンのという。確かに、はい、リンの様子も次第で一気にまとまりますからね。うん、確かに早そうなのは岡田さんですね。うん、今度は両ピン引けばというところ。さつきは一つ見えるからね。うん、ちょっと抑え込まれてるか。さつきリンのもここは単四を遠くに見ますかね。うん、いまいそうなんなんって並べていく感じで、はい、感動層はいいですね。うん、手が一気に進みます。少しずつ進んできた。本当だ、戦いの手にやってきました。ね、一歩ずつ一歩ずつ埋めてきますね。はい、岡田さんもドラ1あるのでね、あと単葉がつけばもう十分な当てになるんですが、はい、うん、これでいいそうなんなんっていう順番になるかな。仕掛けるかどうかですね、リンゴさんが。結構仕掛けるイメージがあるんですよね。確かに確かに、はい、プロクイーンも、まあ、手数が非常に多くて、はい、うん、本当に常に場面にいるような打ち手だなと思ったので、あとはもう今のポイントと今のその持ち点でやるのかどうなのか、あんまり気にされないと思います、うん、気にしないですか。うん、なんかね、3回で 74.2 ポイント浮いてるんですけど、はい、自分あと5回打つじゃないですか、はい、その後プレーオフも残ってるんで、はい、うん、まあ、実質、まあ、プレーオフまで考えればあと7回打たなきゃいけないと。まだですよね、はい、じゃあそうですね、うん、まあ、合ってないようなリードという考えて、まあ、そうですね、プレーオフに打つか。うん、なんかある程度のこう決勝のポイント予想みたいなのは多分するとは思うんですけど、はい、まあ、なんか僕の感覚だとこの 74.2 ポイントってそのまま 74.2 ポイント持って7回全部消化しちゃえば多分決勝にはいけるとは思うんですけど、はい、ただ道中どんなあの理不尽なラス食らうか分かんないんで、はい、ポイントはやっぱあった方がいいですよね、はい、そうですよね。もう麻雀というそのものがそういうもの、そうそうそう、とにかく理不尽なことは理不尽なこと起こるし、いきなりなんかまあね、本当事故みたいな、天敗外しです中田さん、いきなり勘違い1取らなかったです。勘違い1、ね、ワン D の目を打たずと、取らないにしてもパーマン打ちそうなもんだけど、もうマンズが伸びたらね、リーチ打てるじゃないですか、一応パーマン打っとけば、はい、ピンフとドラ受けと、ね、いい、これで延べたんでリーチですか。さっきよりは待ちよくなった。打たない。いや、見て、うん、まだ余裕があると見てると。速度的にここがそんなに来てない。確かに、ここでようやく今、いいシャンテンにはなりましたが。親出し抑え込めるから。うん、あ、シャタンもある。リーチか。来た。リーチだ。あれは。一枚切れのシャタン。やってきましたね、これ。なるほど。サブローマンは大して良くないけど、シャタン機だったら勝負になるだろうってことですね。これがハマるかどうか、2枚残りです。岡田さんは。これはちょっと行きにくいですね。ドラマタギのサブローピンが浮いてしまってるので、一旦3万か。対親で一発目。うん、現物3万かだ。先ほどはまあ小型の中田だったということもあって思い切り戦っていった岡田ですが、今回は一旦引いた形。さつきは、まあ、ローソーが現物なのでローソーを打つのか、はい、頑張っていいピン打つのか、うん、ね、これ面白いっすね。ただこれ2ピン手出しだったんだね、だったので、はい、結構勇気いる一打ですよね、うん、なるほど、一発目なんで実際入り目みたいなもんですかね。ようなもんですよね。一回回してあれサブローマン、サブローマン一発そのまま仕方がなし、まあ実際サブローマンになってるとしたら、うん、パーマン切ってリーチになってると思うんで、そうですね、まあリーズマだったかなっていう、うん、これ一ピン一ピン強いな。
いいですよね、うん、あのロースを切っちゃうと何が嫌かって、はい、あの EP が残ってる以上あのタイヤをつかなくて、はい、ドライチのイーシャンテン愚形のイーシャンテンになっちゃうし、はい、あのロースを切ってしまうとソーズ周りも全部切らなきゃいけないんですよね、うん、ロースを持っとくことで、はい、スチストッパー層とかカバーできるんで、はい、まあ、ソース周りも、まあ、なるべく出ていかないような、そうですね、こうなんか迂回しながら粘るさつきさんらしい一打かなと思いますけど、まあ、粘る価値もね高くなりますからね、うん、ありますもんね、打点がこうついてくればね、うんうん、打点さすがに少し受けました。おこれでノーチャンスになった、いいじゃないですか、重ねて、うん、でこれは数万1枚勝負になるならば3万切りリーチで3万が場に3枚見えてますね、うん、ただ一応スチマも通ってないんで、うん、数万結構きついはきつい、三層が帰ってきたりの、うん、道中で老僧が全部見えた情報だけですか、うん、まあ、でもいいじゃないですか、もうなんかこれ結構もう中田さんのリーチは割と成功と言っていい部類じゃないですか、うん、みんな、うん、そうですね、今回は受けてくれたし、はい、ちょっと威嚇にひとまず、そうですね、だからタイミング的にさっきの、はい、要はファーストテンポで勘違いマンでリーチすると、はい、一番こう順面も早いし、うん、威嚇はできたんですけど、はい、ギリギリこう間に合ったって感じですね、はい、で待ちも良くなってるんで勘違いマンよりもこっちの方が上がれそう。ところでシャーってどこ行きましたか ね、まだね、まだ見えてないんですよね、そう2枚なんだ、ああそうですね、2枚山ですね、これはちょっと2周なので打ちにくいですね、老僧が3枚見えて梁僧が通ってるので運送になるか、それとも現物を切るか、現物がそもそもない、なかった、じゃあ同じワンチャンスなら小僧崩すよりは前に出る運送切りと、はい、そうですね、うん、老僧3枚見え小僧3枚見えですからね、あシャーこれ打っちゃいますよね、あのまあ、テンパイ入れば打ちそうですね、うん、テンパイ入れば打ちそうだけどな、あとテンパイ前に打つか、次次増えなかったら打ちそうですね、そう確かに増えてないんで、あけどこれ嘘ノーチャンスになったんで降りるならチーソーがありますね、ただチーソーは一応感チーソーとかもなくはないからシャーになってもおかしくないけど、あでもこれは補充でしょう、お偉い、考えるか、いや打つでしょ、違和感があるのか、うん、いやこれでもシャアが出る、ね、まあ一、うん、回考えましたが、ここは中田が仕留めました、シャア裏ドラは何でした、2000点、まあ裏乗らなきゃね、はい、あの脳天罰よりちょっと高かったなぐらいですからね、うん、自身も天敗ですし、うん、まあまあダメージにはならないでしょう、はい、中田連チャン成功、トン4局の一本場、ドラはウーワンです。初統一ドラがない、うーん、こちらピンツ一面ツ下目のターツは多いですね、メンツができてない、サツキがハイパイここまであまり恵まれてないかも、数万個のチャンスはありましたが、うん、今回いい部類ですよね、はい、123も見えるんですが、ここはまあ効率的に、まあ、ドラがウーワンですからね、はい、管理案ワンに限定することはないと、リンドがメンツができません、リンドさん苦しい手ですね、うん、苦しい手なのでシャーペイとい こう安全牌候補は手の内に残しての進行と、はい、ハビン引いて2面詰め、さつきさんとしてはね、今までの中ではドライチあって、まあ、まだいい部類なんでちょっと手広げたいとこなんですよね、1枚使いましたか、うん、中田はハイパイがあまり良くなくても
このトンサントンユンあたりは結構ツモが効いてくるようになってきました、うん、ずっとテンパ入ってますよね。そうですね。なんかハイパイ悪くてもかなりテンパイしてる、テンパイまでたどり着いているですが、まあ、押してますからね。普通は入らないで終わりそうですけど、だいたいリアンシャンテンぐらいでリーチ受けて諦めてっていうのをもうねじ込んでますからね。本当基準というかね、レンジが広いですよね、うんうん、お初あんこだ、これはいいな、このいい班は大きいですからね、うん、ああ岡田さんもいいとこ引いた。中田対岡田という図式が結構多く見られます、うん、そうですね。岡田さんもあと一歩のところまでね来てるので、はい、本当ワンチャンスあればすぐ抜け出しそうな手組みにはなってますけどね。こんなにいいことある。中田さんよ、あっと今2シャンテンまで来ました。ああ、佐々木さんもこれでいいシャンテンですよ、うん、ぶつかりそうですね。そしてリンノも悪くない形、すごい伸びてる、はい、3人いいシャンテンですか。3人いいシャンテンを、うん、岡田も OK のリアンシャンテン、なるほど、リアンシャンテン戻しはせずに、なるほど、リンノが仕掛けたキープしながら渡れる。リャンゾー三層に受けたか、いや三層三切れ、リャンゾー一切れ、リャンゾー狙いですね完全に。いやウッパーマン、今ウッパーマンだったら多分パーマン打たれてましたね。まあそうですね、見たですねこれ全部、はい、全部山うーんありますよ、残り3枚3枚で、何よりいいのがね、その相手が使えない街っていうところですよね、うんうん、ウッパーマンは使えるかもしれない。そうですね、はい、うん、たまたま今あの岡田さんパーマンつもぎりましたけど、うん、ウーマンだったら使えちゃうし、中田さん、あの、佐々木さんもドラのウーマンやパーマン、3層出てきた、リンノの狙いが当たりました、うん、佐々木からタンヤオの未戦は1300、大きいですね、あの大きいですね、中田さんの手を潰したという、うん、なんか今回の、まあ、リンノは結構打点の高さ、まあ、面前でと打点の高さが光りますけど、こういうなんていうか、いやらしい仕掛け、う、ね、うん、なんかね、その前もやっぱピンズ3455だったんで、はい、普通はリアンソー、効率だったらリアンソー切りそうだったんですけど、はい、ウーピン切ってそのリアンウーピンの1枚も出てなかったと思うんで、リアンウーピン6枚受けのところを、はい、ウーピン切ってね、リアンソー3層に狙い合わせてたんで、うん、まあ狙ってたんでしょうね、リアンソー3層ね、うん、まあ、あとは受けもちょっとあったかもしれないですね、うん、気配が、なるほどなるほど、かなり中ちゃんぱいだらけで親が強い捨て牌してたので、うん、想像したぐらいしかちょっとね、うん、受け駒がなかったので、何か買った時に緊急回避でリアンソー切る、リアンソー打ちやすい、うん、まあ言っても1000点の完全な為替ですからね。そのリンノがトップでナンバーを迎えました。おドラドラになったサツキ、チャンスですねこれは、チャンスですね。ペン3層が入ってここもリンノもいい形になりました。中田全体的に手はいいんですが、うん、おしぼらさしご、これは嬉しい、おいいですね、さつきさん対岡田さんっぽいですね今回はね。いやでも中田さんもいいのか、うん、なんかね、さつきさんが一番今のところツモが効いてない印象が、手が入ってないような、ね、うん、感じありますもんね。そうですね、その中でなんとか活路を生み出そうと打点を作りに行ったりいう工夫はしてるんですけどね、うん、今はまだサツキをちょっと我慢しながら、なんかうまくかいくぐりながら、その上がりだけ拾おうと思えば、はい、さっきもあのハイパイシャンテンで、はい、ドラが9万の時はスチーピーのリーチ戦術で打ててれば、うん、まあ、自分の上がりだったか相手、まあ、流局するっていうことはなんか流局してなんか多分親連チャンだったんですけど、はい、それはなんかなさそうだったんで、うん、ただまあ工夫してますからね、うん、そうですよね、上がり逃しもしょうがないって感じ、はい、さあ引けるか、まあ、なんせ今日4戦打つんですよね。そうですね、今日勝負どころ上に行くか可能性も十分ありますし、うん、落ちる可能性もありますもんね、はいはい、そのまあ一つキーとなる1戦目、この
ドラドラ、もう一目つできた、ここも伸ばしますね、はい、なんかね、晴れてる日勝つらしいんでね、お今日晴れてるんで、そうですよ、めっちゃいい天気ですよね、はい、今日ね、今日4戦で良かったんじゃないかな、そうです、わかんない、言ってないですけど本人は思ってるんじゃないかなっていう、お、刺し子が見えた、ウーピンっぽいですね、うん、ローマン9万引いても刺し子になるんで、になると、マージャンって気分ってすごく重要ですよね、いやなんかね、不思議な人なんですよ、サツキさんはなんかその、要はサツキだからサツキバレーにかけてるんですね、多分、よくわかんないんですけど、多分いや不思議な人、サツキバレー、サツキバレーですよね、分かりやすい、分かりやすい、うん、分かりやすいから不思議な人なんで、あとはもうこれ、もうこれはもうドラギリ辞さずの、そうですね、まあウーパースを引いてジャンと振り替わるのが一番望みですけど、はい、まあリアンゾのところでね、ドラ切るのも目いっぱいだったんですが、あーテンパ入った、テンパ今闇点、うん、チソ、あースチソ、うん、チソ出た、ピンフの未戦点の上がり、うん、まだ自分のペースに持っていく過程ですかね、中田は。っぽいっすね、はい、あとまあスチソさんね、やっぱり今のはなんかまだ、うん、なんだまだというか、さっきのサブローピンリアンソーよりも理解できるような親の現物だし、ピンフの身だし、街悪いし、行って帰り単品だし、まあ一曲紹介消化することにも結構価値がありそうな、うん、はい、まあただ点数ないんで消化したくないけど、しぶしぶしょうがないのかなっていうのは、うん、さてドラはウーワンですな、サツキの親番ドラ1枚、今回はいい、今までの中ではいい方です、ドラドラリンの、または初を仕掛けるのかどうかという手になりそうです、わかんないですね、まあ現状は泣かなさそうですけどね、中田のポイントだと2着ではちょっと足らないですかね、今日2戦で、あ、うん、というよりも、2着でいいんですけど、これラス引きたくないんですよ、あ、なるほど、うん、今日は2回やって6回までやっちゃうので、はい、1回でもラス引くと本当正直厳しいから、はい、まあ、かなり、うんうんうん、2番手は欲しいなっていう気持ちで前に出てると思いますけどね、確かに、ラス引いたら1回ラス引いて2-4 とかで2着4着とかで終わると、うん、まあ、もちろん争点にもよりますけど、はい、次に連勝条件とかになりそうですね、そうですね、うん、残り4回のうちまあ引けて3着が2回、はい、うん、のワンツーのパターンか、それでギリギリ足りるかどうかぐらいですからね、うん、3着1回に抑えたいかなっていうところだと思いますけど、あと3回連帯、連帯、うん、まあ、ただね、この WC ルールは本当、まあ、着順によるね、はい、あのボーナスポイントが1万5000点と比較的少ないので、はい、点をとにかく稼がないといけない、はい、そうですね、うん、1半チャンで5万点、6万点っていう風に持っていくゲームですから、確かに、まあ、なんか今期まだ荒れてないですけど、7回戦で川原さんが 54.9 のトップなんですよね、うん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 、で 54.9 ってまあ中田さん今マイナス 40.6 なんで、一応トップ1回でプラス14とかね、はい、その取れれば、うん、まあ、4万点浮きですからね、そうですね、4万点浮きって言ったら、まあ、7万点のトップですか、うん、中田さんよくやってるイメージありますもんねだからその機を逃さないようにマイナス失点を抑えるハンチャンと今捉えてるかもしれないですね、うん、ちょっと入り良くなかったですから、なんかね、比較的今のところロースコアなゲームがすごく多くて、うん、そうなんですよね、そう、はい、結構毎回そのジュリ日本シリーズを解説させていただいてるんですけど、うん、あの9万点トップぐらいが予選で2回出るとかね、はい、うんうんうん、あったし、ドラドラになって、うん、ドラドラでやった、ただね、ペンチープも結構魅力的なんですよね、捨て牌的には、ああなるほどね、うん、だから迷ったってことですね、うん、今ね、
これで白桃店のイーシャン店さつきです。素直に行きました、ね、トリンノさんはドラドラですが白出た、嬉しいじゃないですか。これは嬉しい、嬉しい白が出てきた。6球満点敗、うん、この瞬間6球満打たれそうですしね今は。そうですね、うん、まだというか6球満いっぱいありますね。ドラドラかもわかんないし、9万か、9万が2山、6万1山、6万1山か、うん。岡田さんはちょっと戦えないですね、この手は。お休みを、戦えないのにしっかりお休みしたい、打ってもおかしくないっていうぐらいの、うん、なんかまだ捨て牌も別にそんな強くないし、はい、というかないですね、あんまり安全そうなものがね、うん、もうペーチュン使ってるしかない。あー、パーマン負けた、でかい。これでおお、ツーバンが危ない。いや、フリテン、フリテンですか、うん、あの関数層のところをね、はい、ローソー引いて七層にしたんですけど、はいはい、そっちからやっぱ泣けないときは、うん、ローソーウーソーって感じだったんですかね、うん、そうですね、七層振り点でしたね。おー、リンノさん進んだ、うん、3P 松もぎる、数万もウーソーも親に対してかなり安全そうってことですかね。今の三品切りはそうっぽいですね、うん、ってことはまだシャンテン読みですね。そうってことは9万とか打っちゃうってこと、うん、だから、うん、そういうことですね、はい、これはさっき通ったから大丈夫だけど、はい、6球1がすごく良くなった。パワー1 3枚見えました。打ちますねこれは、うん、引けた、あ、大きい。白のラダラ2000オール、ここまで比較的、うん、耐える展開でした。サツキがこれで減点超え。そうですね、はい、元ワンチャンスものにしてまずは2番手と、今日4ゲーム打ちます。サツキその1ゲーム目、ここでまず一つ点を戻しました。この連チャン勝負どころです。何2局1本はドラウーソー、使いやすいドラいいんじゃないですか、うん、1メンツあって宅配がと1つターツが1つ2手、うん、まあ、伸ばすならねドラが来てもいいし、なんとか重なれば本一行っても良いしっていう魅力のある手ですね、はい、中田さんがドラと1つ、うん、でしかも白が今重なりました。中田さん厳しいですねこれ、うん、ちょっと岡田落ちた、おートンからいった、どういった、もう一回つなぐと、いや本一もあるってことですねこれ多分、うん、イーピンポンダウーマンから、うん、ウーピン伸ばして何短期とかもあるし、何、うん、から先重なれば本一だし、うん、あれ関数ピンなくシフトに変えましたよ今、うん、はい、チャチャチャと手が出てる、ね、これ超嬉しい。ウーマン切ってウーピンにくっつけばローソーチーソーですねこれ多分。イーピンのテンパネがあれば7700まで上がりますか、はい、うん、ドラ引いたときはテンパイ取るし、まあ、パーソー引いても支部パーソー引いちゃったら支部支部テンパイ多分取るとは思いますけど、はい、うん、多分パーソーチーとかはしなそうですね。これを来た、これだ、いやこれ外したいけどな、外しますか、外した、うん、これがあるからほんとね、うん、泣きはちょっとやめれないことがありますよね勝手にこれそんなに泣かなくないですか。いやいやいや、これやっぱこういうの嬉しいし、うん、つ、あの自分の意思に沿った形でパイが来てくれると、これ最高ですよ。これもインストイというまでありますね、はい、いいピンポンもあるんですかね。いいピンポン関連ピンですもんね、うん、うん、ポンしますよね。なかなかちょっと形としては発想しにくいところですが、うん、確かに、はい、ただいいピンポンすると実は関連ピンのテンパイ入るっていうね、うん、実際はウーソー引いてたから、はい、これ1300オールなんですけど、うん、だけどそれより分かんないですからね、もしかしたらパース引いちゃうかもしれないし、中田さんが嘘込んで反撃ですよ。さっきの何二局と同じように、うん、はい、白バックか、はい、白の後付けを狙っていきました中田、ただ打点的にはさつきさん別に押し返せますからね、うん、そうですね、77対8000と思えば、はい、あとは速度の問題ですね。そうですね。お、何重ねて、まずまず。うわー、いい形になった。最高じゃないですか。2差し5?2差し5。あ、けど何短期考えてる。さす
がに3個あるから、はい、ねえ何もポンだお、いや両ピンやばいよ、岡田さん参戦した両ピンやばい、うん、かわさなきゃと、はい、もうここで漫画の中田さんに上がられて自身がラスになるのが嫌だと、うん、何引いた8万かな8万ですね8万あ、じゃあチームテンパイテンパイですただウーソーポンされてるパーソーもしかしてリーチ考えてリーチあるリーチだー振っていったトップですがこの三軒仕掛けにリーチ強これは行きたくなくなりますね突然誰がまたいや親は引かないですよね、はい、これはもう勝負ですからウッピンサツキ捉えたこれは2600ですか。7700ですね。7700で、トーン本一。777は8000。はい。トップのリンノから8000奪い取りました。ウーピンが出るっていうね。ウーピン、一番数少ないところが出てきました。さつきさん見事な構想力でしたね、はい、しっかりと本一にあの泣きの白鳥さんが今おっしゃってた、うんうん、泣きの魅力が存分に出たようなそうですねただやっぱその泣いた後にこういう構想があるから、はい、あのやっぱ声出るじゃないですか、はい、それがいいですよねまた本一あこれまた高くなるぞまた本一、ね、泣いて高くなるそう、はい、こういう手で本一見るのはやっぱ普通に結構誰でも見れると思うんですけど、うんうんはい、さっきの手でねやっぱり本一までいけるっていうのはやっぱよく泣いてる人じゃないと、うん、それだけ経験値があるということです。そうですね。そうですね。把握から言ってた。持ってきた。さつきが今ここでフルスロットルですね。なんかねリズム出てきましたよね。さつきさんってこういう風に動いていく、こう先手先手取っていくっていうなんか確かにイメージがあるので。ただリンド1シャンテン岡田も仕掛けたあドラドラですね、はい、これはぶつけたいありゃんまんからなんですね、うん、リンドドラ引いて打点が上がる中田は4トイツここでウーピンですかそうですねウーピンで、うんまあ、ちょっとねサスケさんがピンズ模様だったんで一瞬ちょっと、うん遅らせましたね、はい、そしてウーピンを、両面でチーして入ってまだ1シャンテンここは気にせず、うん、ポイントに行きましたね確かに観浪門テンパイ取らなかったとこですよね、はいまあ、ドラ引いたら採用するかもしれないですね岡田さんが仕掛けてる分、うんうんうん、中田さんはチートイツ1シャンテンこれテンパイ取るかなさすがにね外してたくないパワーピンちょっと外すのがね外したいけど、うん、外したいけどさすがに親がもう仕掛けちゃってるから、ね、うわ来たリーチだ換算万でいったただ3万はマジすごいんだけどほんとすごいわ鬼プッシュですねドラ1ちょっと今ウーピンじゃなくてねイーピンとかね、うん、ありますけど、ね、あら飛んでたトンが出たのまあ大変なことですねトン何にもチューンは2枚切れなのでさすがにうわーチーピンいったマジか絶対1枚いる方マジかで中田さんがトーン打ってきてぐらい困ってそうだからあってことですねでしょうと、はい、いやもうこれ岡田さんウーピン行くしかないんだけどいけるかな三層は2人に通るってことですねさつきさんが本一でウーピン余ったチーピン余ったってことですね、もうねけど形考えて飛んでるパーピンって合うのかこれ66777からチーしてチーピン切らなきゃないからまあローピンとなんちゃらのくっつきっていうパターンはあるけどまあ両ピンが普通にあるのかっていう話下目がありますかそうですねあの例えばウーピンチーして残った形が34799、うん、トントンとかだと、うん、キューピンがジャン等ででそうですねなです、はい、なのでちょっと行ききれなかった、うん、いやでもこれこうなると
次どうするかですよね。こうなるとどうなるの、またさつきさんが上がるの。3番まだ1枚残ってますね。1枚ありますが、はいはい、これシーソー通ったから岡田さん復活もちょっとあるかな。中田さんもいい点なんだよな、なぜか。うわ帰ってきた。これ数層したいね。お帰り、三蔵ワンチャンスだし、パーソーが超よく見えてるんで。いや数層数でしょうこれは、うん、押したいですね、うん、先ほどとは状況が変わった。これが見事に回りましたね、かわしきれるのか岡田。あ、ここでローピンに変える。ローピンに変えちゃうとゼロですね。ローピンに変えた。チーピンは言ったけどローピンは厳しい。あ、でもチュン出てきたから、うん、あ、短期待ちだったんだなと、地獄短期だったんだって考えると、うん、もうちょっと比較的押しやすいかも。なるほど、はい、ウッパソが強いですもんね、うん、ウッパソは言わずもがな、あの5枚山です。ここまた出ないとこ、また4山になりました。今度はパーマン、いやいや行きますって、うん、これはリーチにどうかだけですか。でも3、まあ降りる範囲、確かに降りる範囲が増えてはいるんですけどね、うん、けどこれはまあ、うん、親に打たないんであれば勝負しちゃうんじゃないかな。うん、パソだ。あ、お下回り、これは大きい2000点だけど、うまく回りきりました。単位オドラ1、2000は2300、何ドラですかね。あ、して何ドラ1、はい、して何ドラ1、2000が2300。まあ親に打ってしまうと大ダメージ不可避だから、ピンズで回ってうまくテンパイ取れて上がりまで取れてと、はい、まあ、苦しい中でいい上がり取りましたね、はい、これで2番手が少し、うん、あのリードを取れた、下2人に対してはちょっとだけリードを取れた形になります。岡田、どうしても赤のないルールなので5000点以上の差っていうのは結構大きいですよね。そうですね、うん、このルール三半レベルの差があればまあまあのリードになってくるので、あとワンチャンね、マンガン積もればさつきさんもまくれる位置には岡田さん来ましたから、うん、中田さんがちょっと心配ですね。まあ、オーラスオヤ版があるとはいえね、リズムを作りながらというゲーム回しになってますが、上がれる手が安くね、こう本手の時に上がれないっていう。ドラボッソは一メンツ、ここまで3連勝と快調に飛ばしてきたリンノですが、まあ、人はサツキが止めたという形になっています。そうですね、うん、まあ、けど本当リンノさんもそのリードを生かして勝負いきますからね、で劣勢になったら劣勢になったでまた突っ込みますからね、うん、基本的に全部攻めてくるタイプなので、うん、まあなんかやってる相手は嫌でしょうね、うん、ずっと手抜いてくれないみたいな、こう手抜いくっていうかお休みがないみたいな相手なので、はい、こういう人から、まあ、例えばこのナンさんでリーチが来た時ってものすごくなんていうか、はい、リーチに幅がありそうな形になりますよね、うん、まあ何でもあるタイプなんでね、まあ、だから対抗するなら自分もサボらずに、うん、もうやり続けるしかない、戦い続けるしかないっていう方法ですけどね。手配がね開けられてないんでね、今のとかも、うん、換算マンだったっていうのが相手が分かってないっていうところがまた麻雀面白いところですよね、うん、どんなにそれが後傾だったのか愚傾だったのかっていうことが、もう愚傾界でもね一番まあ一応ピンズの方に着いたし、ね、まあそうピンズの方に着いたし確かにマンズちょっと安かったですけど、ドラ表示合いね、ドラ表示合いのカンチャンで、しかも26っていう、大井さんなら吐き気を催してしまうやつですね。そう一番こう意味嫌われる街で、まあドラは絶対使えるんですけどね一枚ね。そうなんですよ、それだけに厳しいと、もう単純抽選のようなそうですね、うん、ただねそれ残り1枚引けて、はい、裏1枚乗ったりすることもちろんあるんで、うん、リンはこれ仕掛けもあるんですか。リャンワンスーワンポン全部ポンして、スーワンポンだ、あしましたね、単位屋を
面前では厳しいという判断ですか。スーソは残った。スーバンが2枚目だったんですね。じゃあリャンマンがこの後泣けるっていう見込みもあるかもしれません。さつきさんはねトップになってからどういう打ち方をするのかなと思って見たんですけど、自身でやっぱりこうしっかりさばいていくというかね、上がり取りいきそうですね、はい、かなり目いっぱいで手組んでたので、うん、この形、はい、急走切られるまでね親弦が1枚ぐらいしかなかったんですけど、全て自敗切って手組んでたので、うん、やっぱ自力でいくタイプですね、うん、はい、ドラム曲固定しました。おー、うん、いいんじゃないですか。これは広い広い広いし、ただ数万が4枚見えか。そうですね、はい、2番は2枚見え、はいはいはい、数ピン分も取っときますか。3ピン2人の現物ですね。本当にいいとこで待ってますね、はい、リンの3は、うん、3ピンも全部見えてるんで2ピン使えないでしょうみたいな、はい、これ2番になるかな。ウッパーワンの重なりの分数万がないってことは、うん、3万安感もありますよね。あ、この瞬間で、うん、あ、確かに。だって数万ウッパーマンにする意味あんまないじゃないですか、リャンマン切って、うんうんうん、かもしくは3万お3万1枚外すとかも面白かったかもしれないですね、うん、もう確かに、うん、それが一番広い、はい、あれか、うん、E1 もいいし2万も狙ってるってことか。うんうん、そうですね、あのリャンマンはリンノさんに統一だから、うん、こっち側からはよくないですけ けどリャンマンイーマンがいいんですよね、うん、とにかく、まあ、2人でリャンマン狙ってるという。そうですね、はい、だから今勇気出して、まあ、3万打っとくのもウッパーマン引きで、うん、あ、3万打ちいいですな、うん、3万打ち採用。結局なんかローソーチーソー、うんね、確かに、まあ、ローソードラ引いての一数万でもね、うんうんうん、数万4枚飛び、まあ、イーマン2枚飛びで、まあ、こうなった時はねイーマンも一数万が弱いんで、うん、3万外す理由がちょっと減るけど、うん、これだこれこれだったらアンカン。これ2万ポンテン取らせずですから、うん、大きいですよ。パーソーそこにめくれるんかい。これは頭狙ってリーチ来るでしょ。リーチはウーソー3色だ。ウーソーは3色、タンヤオツムリンシャン3色にドラドラ36000、3色リンシャンドラ36000、うん、36000。ヤドルさん、これが正解です。これが正解3万採用とか言ってましたよね。いやいやいや、いや待って待ってリンシャンで引くなんて考えてませんでしたね。我々一番最初言ったの3万アンカンって言ってたんでってことはリンシャンつかないです。リンシャンつかないけ けどウーソ引くんでウッパーワンでリャンマンポンされ てあ、ウーマン引く今はリンシャンで嘘を引くからウッパーワンでしょ。翔ちゃんは間違いねえ わ間違いねえわ。そうするとリャンマンをリンノさんにボンされて ね、いい勝負になってたっていう。本当だわ。いや素晴らしいし大正解でしたね。最高のタイミングでの暗冠、そしてリンシャンツモとなりまして、逆転岡田トップでオーラスを迎えます。ドラ級ピン、さあ中田さんですよ。岡田さんは何とかしましたよ、うん、ね、中田はこのままで終われない。うーん、中田さんこのままもし終わってしまうと今3番手です。9は14 55か。残り3回で55をプラマイゼロ付近まで戻したいと考えると、うーん、まあトップ2回1回大きい全連帯みたいなね、必要になってくるので、なんとかこのオーラス、はい、着を1つでもできれば2つ素点も回復したいっていうね場面ですけど、さつきさんが許してくれなさそうですね。もうこれはさつきはこのまま、まあ2でも OK、全然いいと思います。うん、はい、今日4回打つっていうのもあるし、はい、基本的にね8回戦あるうち全部連帯したらもう余裕で通過できますし、うん、はい、そんなにトップにこだわらなくてもね、とても削られないようにという。うわー、ただ来たぞ、ただここ来た、来ました。4000オールから6000オール級が来ましたよ。お、ただメンホンチートリシャンってですね。お、加藤さんもあの手配よくまとめましたね。リンノさんが苦しくなった。これ何をすればいいですか、リンノさんは。
2000点ぐらいをとりあえず必死に作る。あ、はい、そっかそっか、今親っかぶってリンノさんがそうなんですよ、なんていうか4位に落とされました、まあ、貯金があるからね、 4受け入れでも全然いいんですけど、うん、ただこれだけやっぱ近いと、3着目と近いと、うん、どうにかしたいですけどね。そうですね、2位6上がればね、うん、1万点ついてきますからね、うん、羽間上がるのと一緒になりますから、なんとか26もしくは1300直撃でもいいんで、さつきが123がちょっと見えるんですね。そう、しかも3万が多分よく見えてるんで、うん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 、ペン3万払いをしたくないですね、はい、うん、おードラ受けは残したとチーピンですね、はい、うん、まあ、難しいとこですけどね、ローソーにウーソーくっついたら123サイド狙えるとかもあったんですけど、まあ、何枚か必要な3色よりはダイレクトのドラと、リーズモドラの1000、2000では足らぬ、足らないですね、まあ、いい半つけてあとは裏ドラ頼りとかですか。これチーピンな、多分3万がいいと思ってるから、うん、3色というよりは多分3万がいい、3万に上がりを取りってる、うん、というかペン3万リーチもあるんですかね、どうなんでしょうね、うん、これです。この時からね、多分取るんだろうな、取ってリーチか闇天か、でも3万がすごいよくいいと思ってると思うんだよな。数案が1枚、数案のありかを考えてますか、見差し変化で2万切るのも考えてたか、まあ、こうですね、闇天、うん、まあ、ひょっこりいつもでもそうですね、うん、あの、はい、リーのみで打つにはちょっとリスクが高すぎる、待ちは良くても、はい、いくら良くてもリスクが高すぎるからそのまま積もっちゃってもいいかなっていう感じですか ね、うん、ね、トータルポイントと現状のポイント考えてほぼ中田さんは全部来そうですからね、うん、この親番もう後がない、打たれる3万これはしょうがない、うん、いいわ、打ってたら一平行だったか、難しいな、うん、確かにパッキュッキュッと外していくのかな、3万数番なんてことはないね、急走から、うん、あとは中田が追いつけるかどうかなんですけど、このいいシャンテンで止まってます、ねね、めっちゃいいシャンテンで、あー、2差しじゃん、これはリーチですね、トップまであるし、5-2上がれば、5-2はね届かない、あ、セーブの線は OK、 2山換算は2山です、ただもう中田は行くしかないか、これは裏筋ですね、いけない、3万馬強は良くなってきましたが、まあけど宣言杯が E1 なんでね、そのリャンワンが3枚切れてて E1 って何よと、まあ全員に対しての安全杯かなっていう捉え方もありますけど、まあ2万よりは2万が3枚出てるんで3万はちょっと怖いなって思いますよね、うん、133とかも普通に想定できるので、はい、片さんはお祈りで降りですか、まだ降りてない、ね、逆転なるのか、なんかどっちかというとやっぱ組み合わせの関係上 E1 はなんか安全牌で残したような感じですよね、見えますね、パターン少ないですからね、うん、ワンチャンスのリアンマン持ってるとは思わないですね、はい、そう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 なんですよ、リンノさんはどうします、もう引きたいんですけどね、親に泣かれないようにするのか、うん、泣かれてもいいようにするのか、ローピン行かない、中田さんが1枚も引かない、3万積もった、さつき3逆転、お見事、3色作り切って最後は強い、いや上がりきりました、リッツも3色2000、4000、狙いの賜物ですね、うん、めっちゃ強いよ、見事な勝負強さを見せました、11回戦トップはシリーズ初トップとなりましたさつきまりこです、2位が岡田さやか、3位が中田かな、そして4位が凛の直という順でした、11回戦が終わっています、続いて12回戦です。
ではここでオープンレック日本プロ麻雀連盟チャンネル1ヶ月無料入会キャンペーンのお知らせです。